ライブライフをご覧の皆様、こんにちは、玉木亮です。よろしくお願いします。いや、お願いします。今回のゲストは元宝塚歌劇団玉木亮さん。入団からわずか9年という速さで月組トップスターに就任し、2021年の退団まで月組を牽引しました。そしてこの度退団後初となる主演舞台に挑みます。お願いします。2021年ですね、退団されてかなりこう多彩な活動になったと思うんですが、はい、そうですね、この1年だけでも本当にこう幅広くいろいろなお仕事をやらせていただいたなって思っていて、舞台のお仕事はもちろんなんですけれども、コンサートライブをやらせていただいて、あとは新たに映像の仕事であったり、どの現場初めてのことばっかりだったんですけど、どれも新鮮で楽しく、はい、やらせていただきました。なんかちょっとこう戸惑ったみたいなとかなかったですか？ああ、そうですね、一番こう戸惑ったというか緊張したのが、やはり映像の現場っていうのが、こう今まで舞台とかだとこう1ヶ月と少しの期間ずっとこう同じセリフを稽古して、一緒にお芝居をする方たちと何度も何度も稽古を重ねて初めてこうお客様の前に出るんですけど、映像の現場だとこう自分でセリフを覚えていって、当日現場に行って撮影前に初めて本当に初めましてっていう方と一緒にカメラリハーサルとか何度か 2回とか3回やったらもう本番の収録に入っていくので、それが全然こう稽古しないでそのままはいドンって合わせるみたいなのが初めての経験だったので、非常にまあ緊張しましたし、でもこうたくさん練習をしてないからこそ新鮮に生まれてくるものもあったりしたので、それはそれでとても面白い新しい経験だったなと思いますし、この1年でこう自分自身も、あ、もっとこういうことができるんじゃないかとか、今度はあれ挑戦してみたらどうなるんだろうかって前向きな気持ちになれたので、とてもいい充実した1年だったなと思います。そんな玉木亮さんが宝塚歌劇団退団後初めて主演を務めることとなった舞台マヌエラ。第二次世界大戦直前の上海で、上海のバラと呼ばれた実在の日本人ダンサーマヌエラの愛と激動の半生を描いた作品。数々のヒットドラマを生み出してきた脚本家鎌田敏夫さんが24年ぶりに蘇らせる音楽、ダンス、芝居を融合させたエンターテインメントとなっています。マヌエラが日本人のダンサーなんですけれども、異国の地で、一人で、生きているわけですよね。でそこで本当にさまざまな人物に出会って影響され、自分自身のこの生き方であったりとか、いろんなことを考え、この先どうしていくかっていうことを、新たな希望を見つけていくようなストーリーになってるんですけれども、今回また鎌田先生がまた本を書き直してくださって、でよりこのマヌエラという世界観で生きている人たちの言葉っていうのがもう少しこうダイレクトに伝わりやすい言葉選びをなさってるなと思いました。こう国籍は違えど立場は違えど、この時代何かこうみんな意志とか希望とかを持って必死に生きているその人間の生き様っていうのがしっかりと描かれている作品だなと思います。実在したダンサーのマヌエラなんですけど、どういった人物だとこう思われてますか？強い女性だなと思います。本当は不安な部分もあったかもしれないんですけれども、こう自分自身を奮い立たせて鼓舞して生きているこの自分の信念のもとに、それがとてもかっこいいなと思いますし、マヌエラさんも一人の女性なんだなって、ちょっと可愛いなって思ってしまうようなところも描かれているので、そういったところもとても素敵だなと思いました。共通点みたいなのってあったりするんですか？でも私も芯はあんまりぶれない方なので、周囲の雑音にこうあまりこう影響されずに自分が見て判断したものっていうのを信じているところがあるので、そこは共通できるところなのかなとは思います。玉木さんも結構一回こうって決めたらぶれないタイプですか？そうですね、なのでそれまでに結構いろんな人人間観察します見極めを。そうですね、なるほど。なんかこう
最初すごいよくこう見てみたいなあこの人は信頼できるなって思ったら硬い感じですね。なるほど、はい、そうです、怖いですねそれいや怖いとか言わないですまずはダンスです。はい、上海のバラと呼ばれた、まあ、日本人ダンサーとして活躍してたあの女性なので、あの今回はその踊りで表現するところも非常にたくさんあるとお聞きしていますし、で私だけではなくって、まあ、パックンさん演じるパスコラであったり、宮崎さん演じるチェンであったり、そういうダンスでつながっている部分っていうのもあるんですね。その感情を表現するっていうのが、パックンも踊るんですか。そうですよ、パックンさん演じるパスコラからダンスを学ぶんですよ。なので私はちょっと楽しみなんですけれども、全然想像がつかなくて。では2つ目お願いします。はい、さまざまな登場人物が描く人間ドラマ。人間ドラマ、愛だけではなくて友情であったり、あとその政治的な関係性であったり、いろんな人間模様が本当に色濃く盛り込まれていまして、人間の価値って何なんだろうなというのを非常に考えさせられたといいますか、ただこう権力とか立場がこうある人間が本当にこう素晴らしいのか、でも弱い立場にあっても心が美しかったり、何か希望を持って一生懸命こう生きてる人って輝いて見えるし、本当にいろんな見方ができる。全キャストがこう泥臭く演じているっていうところが非常に美しいなと思うので、そこもとても魅力だと思います。じゃあ最後の3つ目をお願いします。はい、ラブロマンス。私が演じるマネーラもそうなんですけれども、それ以外にもいろいろな愛の形っていうのが出てきて、あーなんかとてもこう胸に迫るような、どこかこう儚かったり切なかったり情熱的だったり、ご覧いただくお客様の心を揺さぶるようなあのストーリーが待っていると思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。本当に素晴らしいキャリアのある先輩方もたくさんいらっしゃいますし、でその他のキャストの方からも学べることってたくさんあると思うので、なんか変に気負いすぎずに、こう皆さんと一緒にこうこのマヌエラの世界観をこうご覧いただくお客様にしっかりと伝えるっていうところに重きを置いて、あのやっていこうかなっていうふうには思ってます。舞台マヌエラ上演されます。ぜひ見にいらしてください。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。